コーデを変えれば大人はもっと綺麗になれる。はい、こんにちは、久保田千尋です。今日もスタイルスナップ動画行ってみたいと思います。前回の動画ビフォーアフターがすごく評判が良かったんで、今日もビフォーアフター行ってみたいと思います。それにしても大人になるとすごいコーデって困りますよね。なんか昔はなんか可愛いと思うものを結構着ればそのままそこそこいけてたのに、今はなんか、ね、すごいいいなと思って買ったとしても、ね、試着室でいざ試着してみるとガチャみたいなことって結構頻繁にありますよね。で、今回の動画もそのあたり、皆さんがそうならないように、あのちょっとした、セレクトの違いで全然見え方が違うというのをお伝えしていきたいと思います。はい、まず最初にこちらのコーデ、どうしてもね、あの可愛いものに目がいっちゃうので、あのピンク色のパーカーとか、あの花柄のレギンスとかついつい手に取っちゃうんですよね。なのでコーデっていうよりはとりあえず可愛いもの着たって感じ。これだとちょっとお花畑おばさんっていう感じで、ちょっといい年して大丈夫って感じなので、ちょっとやめときたい感じですよね。はい、じゃあアフターなんですけど、どうすればいいかというと、あの、ね、やっぱり、可愛い、ものは生かしたいですよね。なので今回、レギンスの方を生かしました。花柄のレギンスをそのまま生かして、トップスの方を、ワンピース、黒のワンピースにしてみました。これを上をチェンジしただけでもうすごく素敵な人になったと思います。ね、あのいい感じですよね。もうたったこれだけなんですけど、もう全然大人の印象がするので、一箇所とにかくあの大人っぽいもの、あの全部可愛いものにするんではなくて、一箇所だけに、可愛いものを入れて、あとはちょっと大人っぽくするっていうのが、あの素敵に見せるコツだと思います。次の NG はこちら、ね、あのつい柄に目がいってしまって、コーデを考えるのがめんどくさいので柄を着てしまうっていう方多いかもしれません。でこの柄結構老け込みます。柄を着た途端になんかおばちゃんって感じになるので、ちょっと避けたい。大人の場合ただでさえ肌がくすんでくるのに、この柄を着ることで余計にそのくすみが強調されてしまうっていう感じなので、違う方法をちょっと考えたいです。はい、じゃあ代わりのその作戦なんですが、おすすめは、トップスだけに柄を持ってくるのではなくって、全身に柄っていうパターンですね。はい、でこういうふうにご覧いただくとすごい綺麗ですよね。あのまさにこれ着物効果で、あの着物って全身に柄がついてるじゃないですか。でそうするとすっごい素敵な人に見えますよね、あの着物を着ると。でなので全く同じように、あの一部ではなくて、とにかく柄で全身を覆っちゃうっていう作戦の方が大人には向いていると思います。いくつになってもホワホワって魅力的なんですよね。あの今回この場合、あのフードについてるちょっとモコモコちゃんとか、足の靴のところにモカシンについてるホワホワちゃんとか、ついついショップに行くと目についてホワホワ買ってしまうんですが、このホワホワがたくさんあるとなんか辛い。なんかそれこそ今回みたいにちょっと着膨れしたなんか雪だるまみたいになっちゃうので、ちょっとやめときたいですね。はい、そのアフターなんですが、今回このモコモコはあのやっぱり可愛いので生かしたいので、トップスの方は生かしました。トップスが今回白なので、この白を、コーデにそのまま使って全身をホワイトコーデっていうのにしてみました。ね、全身ホワイト、全身白なんて怖くてっていう方いらっしゃるかもしれないんですが、意外にこの全身白って今流行ってるっていうのもあって結構ハマります。着膨れっていうよりはなんか
あの素敵な人って感じた印象になるので結構おすすめで、特に今回この白で作ってみると、なんかそれこそなんかベンツ乗って BM 乗ってゴルフにでも行くんじゃないみたいなマダムな感じがしますよね。なので、意外にハマるのでちょっと挑戦してみていただけるといいかなと思います。ビフォーアフター3つお伝えしました、皆さんの手持ちのお洋服がちょっとした工夫で何倍も皆さんを輝かせるっていう感じになりますので、ぜひぜひ参考にしていただいて楽しんでいただきたいなと思います。次回も、お役に立つコンテンツ、頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。